はい。こんにちは。柴崎です。元気？ねえ。柴崎も70を越しても元気にやってます。さあ、今回はね、以前に公開したね、海の波の描き方。覚えてるかな？まだ初めての、初めて見るあなたかな？それをね、じっくりとね、今日、あなたと一緒に見てみたいな、と思ってます。さあ、どんなとこにコツがあって、どこがね、ポイントだったか。それでは、一緒にね、最後まで楽しんでいきましょう。さあ、波を描きますよ。はい。では、早速、大きい波しぶきを描いてみましょう。水平線の手前に、ゴツゴツと岩があって、波がこちらの方から押し寄せてきます。それが岩に当たると、ぐっと伸びた。ねえ、まず、スタートはここだよね。波といっても、いろいろなんだけども、その波がどういう条件で作られてるか。そして、その波の基本的な形はどんな形か。ここをまず掴むことだね。ここが曖昧だと、波をね、うまく描いていけないんですよね。で、このスタートのとこ、とても大事ですよ。さあ、じゃあ続きを見てみようね。大きい楕円形になります。その楕円形の内側がジグザグとした尖った形。これが最終的な波の形です。まずお水をたっぷりと用意します。ね、たっぷり。そして明るいブルーをこのように溶いて、少し暗いブルーも足して色に深みをつけます。波しぶきはドライブラシで表現します。さあ、波塗り始めましたね。ここでドライブラシと言ってます。ドライブラシはね、別の動画でこう示してありますけども、これは太い筆にたっぷり絵の具をつけて、筆をこう倒して描くというね、そこにコツがあるんですね。このドライブラシがうまく使えるかどうかが、今日のこの波のね、成功か否かの分かれ目です。だからドライブラシのところじっくり見てね。はい、じゃあつきますよ。軽い筆圧が大事ですね。先ほどのジグザグ凸凹した波のパターン、これを大切に表現しましょう。空はフラット塗りですよ。空のブルーにグリーンを少しだけ混ぜて水平線塗ってみましょう。横に白い紙の形を残していくと、これがだんだんと押し寄せてくる波になります。ねえ、今2種類の波描きましたよ。手前にドーンと砕け散る波と、遠くの方から押し寄せてくる波でしたね。いずれも紙の白を残してます。だから紙の白を残すためには、どんな形残すかって最初にイメージがしっかりしないと、どんどん塗りつぶして、ついには白い形はできないというふうになっちゃいます。ね。さあ、どんな波の形を作るかってイメージを強く持って、紙の白を残していきましょう。では次です。最も手前のこの部分は、またまたドライブラシで乱雑なタッチで塗ってみてくださいね。ね。アンバーの色を溶いて、今から岩を描いてみましょう。岩はゴツゴツしたシルエットでしたね。でもそれと同時に、今日のテーマである砕ける波、これを一緒に表現しなければいけないので、ちょっと難しくて
でも重要な部分です。このように岩を塗りながらドライブラシで白い波を表せ。さあ、これで波と白い波と岩、このパターンができましたので、今度はその岩のゴツゴツ感です。暗いアンバーやグリーンを少し加えて質感をつけてみましょう。波の向こうに透けて見えるこの岩の部分も描いてみましょう。ね、またここでコツが2つほど出ましたよ。この波っていうのか、いうのは、自然の中では形があまり定まってないんですよね。それを強調するためにも、この岩がとても大切です。岩の形はゴツゴツした、はっきりとした形なんだ、というふうに割り切ります。それから、砕けた波は白い。この白さを強くするためにも、岩はできるだけ暗く塗る。という二つですね。さあ、じゃあ続けてまた見ましょうね。こんなくらいですね。暗いブルーで、先ほどの白い波の下、ここに調子を入れると、崩れかかる波の立体感が表現できます。明るいコバルトグリーンを白い波の日陰の部分に少し加えて、これで仕上がりとなります。さあ、見ましたよね。面白かったでしょう。ザッブーンっていう波だよね。でもそういう波を描くにも、波の基本形っていうのはね、やっぱり理解が大切なんだよね。だって白い紙を残して描くんだもんね。だからよっぽどしっかりした理解がないと描きにくいね。できるだけ単純な形に置き換えて考えるんだってよね。それからドライブラシでした。ドライブラシ、これは、まあ他の動画にもね、柴崎結構ね、まあ上げてありますから、そちらでも見てくださいね。さあ、いろいろコツがあったね。でも海の波が描けると楽しいよ。絶対描きたくなったでしょ。さあ、ということで、今回はね、海の波の描き方。ね、もう一度あなたと一緒に見ました。ね、最後まで付き合ってくれて本当にありがとう。また次回、違う動画でお会いしましょうね。はい、それまたお元気で。ありがとう。